セルソボルヘスモーラはコスタリカサンホセ出身のプロサッカー選手。コスタリカ代表。スペインセグンダディビシオン B のデポルティーボラコルーニャに所属している。ポジションは MF。1988年にブラジル出身でコスタリカ代表として活躍したアレシャンドレ・キラマエスの息子として首都サンホセで生まれる。2006年に国内リーグのデポルティーボサプリサで プロデビュー。リーグ優勝など、数々のタイトルを獲得した。2009年1月、ノルウェーエリテセリエンのフレドリックス・タ f フケイに移籍。2011シーズンまで主力として活躍した。2012年1月、スウェーデン・アルスベンス・カンのアイク、ソルナに移籍。同チームでも2014年シーズンまで主力として、活躍。2015年1月14日。 リーガ・エスパニョーラのデポルティー・ボラ・コルーニャにローン遺跡で加入。一部残留を繰り広げるチーム状況の真っただ中の加入となったが17試合で3ゴールを記録し一部残留に貢献。続く2015から16、2016から17シーズンも一部残留に貢献した。2005年に U-17 のコスタリカ代表に招集され2008年に フル代表デビュー。2009年、2011年、2013年、2015年のコンカカーフゴールドカップや2016年のコパアメリカ、センテナリオナとの主要大会に出場。さらに2014フィーファワールドカップでは、決勝トーナメント1回戦のギリシャ代表で、PK 戦でゴールを決め、同国代表初のベスト8に導いた。父のアレシャンドレ・ギラマエスは、 1959年にブラジルアラゴアス州マセイオ出身で1980年にコスタリカに活躍の場を求め後に同国に帰化。1985年から1990年にかけてコスタリカ代表でプレーし 1990FIFA ワールドカップでは同国代表を初の本大会出場に導きベスト16に進出。 また監督としても2002年、2006年大会出場に導いた。ありがとうございます。